はい、どうも、エトプです。ということで、今日もマリオカートツアーやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、ということでですね、今日のマリオカートツアーは、前回ね、フルコンプリートしてしまったので、デイリーと、あとは、ワールドマッチ、4連戦ということでやっていきたいと思いますよ。まずはデイリーからいってみましょう。レッツゴー。キノコカップ、キノピオコ、キノピオカップ、ウィーキノコ。キャニオン R ということで、何の R なの？リバースの R かな？レーシングの R？ レーシング仕様のキノコキャニオンって何やねんって話だけど、はい、ということで一気に行きますよ。お、俺一気に行くんだからさ、ちょっと、ほら、余計なことするとこうなっちゃうからね。もうみんな注意した方がいいよ。俺もうすごいことになってんだからね、これもね。お、なんか何事もなかったよう、何がともなかったかのように皆さん、やってらっしゃいますが、そういうわけにはいかないんですよ。ほら、あー、そういうことなんか俺が思ってた感じとちょっと違ったよ。あー、待って、砂すんじゃねえ。シー、使い方が分かってきたぞ、あのトンカチ。トンカチ分かってきたんだけど、あいつ邪魔くせえの。お、うざいね。あいつなんやねん。あいつなんや。シェイ、ジャム、完璧な。しかも完璧じゃん。これ完璧すぎんじゃん。ここでコインフィーバー引くとかマジ完璧なんだけど。完璧すぎてやばいね。え、1位どこ行った ?1 位、おー、1位、なんかいつもに加工してた、オッケー。外からアウトインアウト、オッケー。ナイス、赤コーラでも止められませんよ、オッケー。ありがとうございます。少な。2回フィーバーした割に少ないね、9400って。そういうコースなのかな。びっくりでした。しかも少ないっていうね。しかも、前回の記録より少ないっていうね。はい、何でしょうか。おい、300円は少なかろう。300円は少なかろうて。はい、ということで次はワールドマッチ行ってみましょう。よーし、まず第一戦は RMX バニラレイク1ということでね、行ってみたいと思いますよ。行こうよ。あ、行くのね。はい、このピットクルーキノピコよりもう早いスタートダッシュを切れるやつって一体何者なの？そんなに軽いやついるの？やばい、危険だわ。ってか、何これ、え、これな、何が起こってるの？なんか何者に何が起こったのかわからないまま、すごく離されている。邪魔。邪魔。ああ、嘘だ。オッケー。嘘だったね。俺嘘だって思ったらやっぱ嘘だと思うよ、そういうのは。ああ、みーうぜえんで。嘘だろ。それはやばいだろ、今のは完全にやばいだろ。いてえ。え、今のみー何？いや、ちょ、邪魔よ、乗り物邪魔。いてえ。え、なんで乗り物邪魔すんの？乗り物、俺の仲間じゃない。いてえってば。え、なんで？え、今、なんで俺にわざわざ当てたの？俺になんか当てることによって君に何かメリットあるの？ひど。よし、第2戦、RMX チョコレート2ということでね、行ってみたいと思います。いや、すんごい。今日はピーチだらけだな。はい。これでさ、このワールドなのにこのコインボックスキャラを使う意味って一体何なんだろうね。俺多分ね、意味ないと思う。ぶっちゃけワールドでコインボックス持ってたところで何の意味もないと思う。あ、やべ、
ワールドでオートアイテムも何の意味もないと思う。うわうぜえなあいつ、あぶな。え、いって、え、何今の、何今の、え、なんか時が止まった。なんかすんげえ、いって、え、なんだい、なんだい、なんかさ、なんかよくわかんない攻撃が、よくわかんない攻撃、え、なにこれ、え、どういうこと、何が起こってんだ、これは一体何が起こってんだ、マジで、あ、すごいな、これ。何なんだろうか、この、全くわけのわからない状況。何なんだろうか。シェイ。よし、ナイスです。猫ピーチナイスです。まず1勝ね。2戦目で1勝できてまずよかった。ちょっとね、0勝だったら悲しすぎるからね。まず一安心ということでね。はい、第3戦は、スーパーファミコン版、お化け沼1ということでね、行ってみたいと思います。ラストのさ、あの、ショトカをどう使えるかだなぁと思っておるのだけれども、今そこどうしたんだろう、みんな。そこのさ、あの、ショトカの戦、ショトカ、危ねえわ、ってか、何今の、怖いわ、ってか、え、なんで今、わざわざ俺のところまで移動して攻撃を仕掛けてきたのは、何の意味があってのことなんだい君、ちょっとさ、あの、会話してもらえる？あ、なんか動きおかしい。マジなんか動きおかしい。ちょっと待って、おかしい。なんか変な動きしてるって、あー、たか、てか、変な動きしてるというか、なんというか。よーし。あー、あれなんです今の。3位。はい。3位でございます。何もできませんでした。ここまで。何もできませんでした。はい。すいませんね。本当にね。はい。ということで、一周回って、2回目の RMX バニラレイク版ってことでね。2回目こそ勝つ。はい！なんだその微妙な俊敏さは何ですか君たち。さよなら。そこは踏んじゃいけないルールになってるのだよ。早い人たちの間ではね。君は遅い人だかもしれないけどね。早い人たちの間では、そこは踏んではいけないルールになっているのだよ。残念ながら。あ、痛い。なぜ回るのを待っていただけない？あ、何それ、そんなラッキーあり？俺がスライスするところまで折り込み済みとは。なんかわかんないけど、一人、あの、散ったね。一人散っていったね。これを当たらないように。あぶねえ。あいつ回線強すぎだろ。回線鬼強だろ。ちょっと待って、来ないでってばよ。来ないでってばよ。ダメだった。フィーバーはずるいだろ今の。あいつフィーバーはずるいだろ。あ、ちょっと待って。俺もかー。惜しい、超惜しいじゃん今の。もう、あ、タッチの差でいけたかなと思いきやいけませんでしたね。いやー、惜しかったねー。いやー、マジ最後もうトゲコーラ投げてきたやつ、マジ泣いてすぎる。お前愛してると思ったのにさー。そういうこともあるんですね、ということでね。はい。ということで本日の動画はこんな感じなんですけれども、この動画気に入ってくれた人はぜひですね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたしますと。そしてね、もしね、もしあの気が向いたら動画の拡散もぜひですね、協力していただけると非常に嬉しいでございますね。はい。ということで明日の動画もまた見に来てくださいね。それではまた。